ートしました。順調なスタートを切りましたら順調に回数を重ねていきます。この競技では体格は関係ありません。この先にあるものを手にすることができるでしょうか。池谷直最初から飛ばします。ものすごいスピードで腕立て。本郷君自分のペースで腕立て、まるで時計か何かのようだ。正しい腕立て伏せをしないとスタミナを消費することになってしまいます。体が持ち上げられずに失格になるとそれまでの回数も認められません。池谷、こんなところでは終われない、そんな気持ちが伝わってまいります。本郷君、自分がどこまで通用するのか確かめるか。ここで30秒経過。本郷君かなり疲れているようだ。すごい表情。池谷直樹一旦ここで動きを止めた。本郷くん若干の休憩を挟む。伸ばした腕から汗が滴り落ちる。筋肉の回復を待ちます。筋肉を回復させようとしております。池谷50回突破。本郷くん伸ばした腕から汗が滴り落ちる。池谷クラシックネイビーからローマンストロング、残りの体力を慎重に使おうというのか。1分経過。さあここからが肝心です。池谷抜け出してまいりました。もう70回。本郷くん、さあここでインターバル。池谷直樹腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。本郷くん腕に溜まった疲れを振り払う。おっと、ここはひとまず休みます。池谷、さあクラシックネイビーからローマンストロングへテンポを落とします。腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。ここに来てローマンストロングからクラシックネイビーだ。テンポアップを図ろうというのか。今1分30秒経過。さあここからが真骨頂。一層気を引き締めないといけない。どちらかは血に普通運命だというのは双方勝つことのみを信じております。池谷直樹受け出してまいりました。一旦ここで動きを止めた。本郷くん筋肉を回復させようとしております。腕を回して回して疲れを取っている。疲れが溜まってきたのか。疲れが徐々に溜まってきたか。池谷、さあクラシックネイビーからローマンストロングへ残りの体力を慎重に使おうというのか。2分経過。あと1分。さあいよいよこれからが大詰めでやります。わずかな気の緩みも許されない状況です。栄光と挫折がまさに背中合わせのデスマッチ。池谷抜け出してまいりました。本郷くん90回突破。まもなく100回。池谷直樹、そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ。さすがにハイペースのままでは持たない。本郷くんスタミナが持たないか。気力なら負けない。体力を温存させようというのか。2分30秒。まだこれからが勝負です。池谷直樹抜け出してまいりました。本郷くん体力を温存させようというのか。止まってしまった。池谷最後の力を振り絞る。これは驚いた。体力を温存させようというのか。本郷くん筋肉の回復を待ちます。最後に見せる。どこにそんな力があったんだ。池谷さすがに疲れが出たか。まるで鬼のようだ。本郷くんスタミナの減少が激しい。すごい形相で持ち上げる。ここで終了。過酷な3分でした。競技終了です。池谷直樹記録191回。素晴らしい記録が誕生いたしました。それではリプレイです。本郷くん